4月2日日曜日ライブ終了後でございます。そうだよね、そうだよね、4月2日日曜日ライブ終了後です。皆さんお疲れ様でした、ありがとうございました。18時から、マリをして20時から、雑談させていただきましたけれども、来てくださった皆様ありがとうございました。本当にマリオ久々にやって操作激忘れだったんだけど、すっごい久々にあのスイッチのねファミコンのねマリオ3やったんです。見てない方はぜひアーカイブ見てください。全然操作を忘れちゃってて何にもできなかったよ最初の時。ジャンプの仕方もあれどっちがジャンプだっけみたいな。じゃあファミコンってさもうさ1ミリ世界じゃん、なんていうの、1ミリずれただけでさすぐダメじゃん、なんかさそうでしょ。今のゲーム、まあどっちが難しい、いやどっちが難しいって言われりゃちょっと困るけどさ両方そうか、シビアだよね、なんか判定がシビアなんだよなファミコンって、なんかわかんないけどすごいシビアじゃない、ちょっとのあれですぐダメになるみたいな。まあ難しいけどね今のゲームだって、そりゃさ、いやむずいよ今のゲームだって、敵が強すぎるもんな今のゲームって一定じゃないもんね。ファミコンはさ敵がさバンボーンゴーンゴーンしかしないけどさ、今ってもうバボボ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 ボンじゃん、なんてもうさ、なんかさ何言ってっか分かんないけどごめんね、ちょっと何言ってっか分かんないけど、でも、とうとう、最終局面に行ったのかしら、マリオも最終局面まで行けたのかしら、私ちょっとよく分かってないけど、とにかくたくさん笑いました、楽しかったですありがとう。ちょっとね運動することに決めた、やっぱり16時間ダイエットしてるって言ったじゃん、で 1.7 キロ減ったんだよ私、 1.7 キロ減ったので体重 1.7 減ってウエストが4センチ減ったんだけど、どうでも16時間ダイエットってあれなんだって、筋肉もなくなるんだって、ほらやれ筋肉もなくなるんだって、そうだから運動不足だったりしてすると筋肉もなくなって、代謝が悪くなって痩せないんですって、痩せにくくなるんですって、だからだから運動したまあでもどれだってそっか、結局何だってそうだよね。で16時間ダイエットって言ってるけど、まあでもどう16時間ダイエットって言ってるけど、ただ食べる量を減らして結局運動するっていう、同じか、全部一緒か、他に何があるダイエット方法って、だって何があるダイエット方法そういうやつで、カロリー計算、あと何、運動だけ頑張る、あと何よ、あと何あと何ダイエット方法、なんとかダイエット、まるまるダイエットとかさ、なんかないの、まる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 キャベツダイエットとか、キャベツしか食べちゃダメとか、きつい、そういう方が多分きついと思う、何々しか食べちゃダメみたいな方が私きつい。おすすめダイエット25選、何おすすめダイエット25選、ドライヤーの
ドライヤータイムに腰を回す。こんなんで痩せるか。こんなんで痩せる。お風呂上がりのドライヤータイムに腰を回す。マジかよ。それでいいの？こう、お風呂タイムに、お風呂、本当？本当に痩せるこれ。ドライヤーしながら、姿勢を意識して腰をぐるぐる回す。これで痩せるかね。まあでもやらないよりマシか。やらないよりマシかしら。スクワットをする、スクワットをする。あー大変だやっぱり。スクワットをする。うわきっつうわきっつうわきっつうわきつい、わーきつい。そんなんばっかりで、やっぱ寝っ転がったまま腹筋するとかさ、うつ伏せでバタ足する、これの方が楽じゃん。あ、これが一番楽じゃん。これでいいの？すげえ楽じゃん。こんなんで、いていて、こんなんで痩せるの？こんなんで痩せるか？こんなんで、こんなんで痩せるがな。足パカダイエット。あー、太ももに効く。あー、大変。いててて、寝転がって、寝転がって、こうやってやって、これで痩せんの？きつ。いや、でも、こうやってやらないと、縄跳びダイエット。結局、ダイエット見ながらぐるたらしてる。結局、ダイエット見ながらぐるたらしてるんだけど、やばい。カフェオレの代わりにココアを飲む。カフェオレの代わりに、ココア飲んで痩せるかな。痩せるかな。そうかな。まあでも私は低血糖なところがあるからさ、逆にさ、その甘いものをさ適度に摂取はしてたいから、そうだから本当は多分水とかしか飲まない方がいいんだろうけど、私はあまりそこにはすごく絶対的なこだわりは持ってないんですよ。16時間の間絶対水とかお茶しか飲まないの夜はやめてるの。適度にそのカフェオレ飲むとかさ、砂糖が入ってるものをね結構ね飲んでるの。そう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 。だからあの今のところ数日続けてる結果としては、そこまで低血糖になってやばいみたいなことにはなってない。そうだ、低血糖じゃなかった、自分が低血糖じゃなかったら16時間さ甘いのが何も食べれないっていうのはきついよな。だからきついと思うわ。甘ね、でもね、甘なんか我慢しすぎよくないって言いながらね、甘えちゃった結果なんですけどね、これは。そう、甘えてしまった結果なんでございますけれども、タンパク質を摂取する。空腹時には食物繊維たっぷりのおしゃぶり昆布を食べる。無理、私一番無理これ。体を温めるものを中心に食べる。あったかいものを食べるってこと？私ね、そう、おしゃぶり昆布を食べなさいとか無理なの。水は好きなだけ飲んでいい。まあだから眠くてしょうがないとき、眠くてしょうがないときはさ、違う、眠いのにお腹が空いてしょうがないっていうときはさ、もうさ、もうあれだよね。水飲んで、あれするしかないんだから。じゃあこの運動、結局この運動より私は結局、これが一番効くんだから、これが一番効くってことは分かってんだから、これをやろう。
これをやろう。よいしょよいしょよいしょ。ダイエット常備菜、ダイエット常備野菜を数種類用意しておく。え、あー糸こんにゃくとかハムとかを、ハム、鶏ハムなどダイエットのものを常に身近に用意しておいてそれを食べる。楽しくなっちゃえばね、ダイエットもね、楽しくなっちゃえばいいんだけど、私別に今そこまで辛いわけじゃないから。あーでもな、ケンタッキーフライドチキン食べ放題行きたいからそれがダメって言われてるって思うと嫌だな、ムカつくなムカつくな。だから私の今の一番のあの楽しみは、そういうなんか妄想癖で言う中の楽しみは、食べれないじゃん、食べに行けないじゃん、いっぱい食べれないじゃん。だからネットで調べてメニューを眺めることなの。そうお寿司屋さん、お寿司屋さんとかのメニューを見て、吉野家とかさ、吉野家とかそのケンタッキー食べ放題とかを調べて、そのメニューの写真をずっと見てたりとか、そのケンタッキーフライドチキンの、東京は南町田にあるんですけど、それの行った人のブログみたいのを見て、ああこんななんだ、ああ美味しそうだなっていうのを想像してる時が楽しいでさ、すぐ食べれないじゃんそれって、自分がさ、そうすぐ食べに、そうそうすぐ食べに行けないものの方がいいよ。すぐ食べれちゃうものだと、例えばなんだろう、コンビニのメニューとかをそうやってなんか見ちゃって、うわうまそうって思ったりすると、もうコンビニ行っちゃうから、コンビニで買っちゃうから。でもケンタッキーの食べ放題なんてさ、世の中に3店舗しかないわけ、日本に3店舗しかないからさ、行こうにもさ、なかなかさ、行こうにもなかなかじゃんさあみたいな。まあ行こうと思えばもうなんか行けちゃうんだけど、行けちゃうんだけど、まあねえ、さっとね、コンビニみたいにさ歩いて数分なわけじゃないから、そういうのがいいでしょ。だからそういう方がいいと思う。自分がすぐコンビニみたいにスッと行けるところじゃないところのメニューを見てたら諦めがつくから、いいなーみたいな。まるで静岡の田舎にいた時にテレビで東京の美味しそうなカフェをやってて、うんだよ行けないじゃん別にこんなのって思った時と同じ感じライブ終了後のスパチャありがとうございました。小野菜でございます。読みます、いきます。どこだ、ここか。フライングゴミ、白玉子ちゃん、サドルさん、白玉子ちゃん、ケンジさん、ミヤさん、白玉子ちゃん、サドル違う、白玉子ちゃん、ほいで、そこまでがフライングで、サドルさん1番おめでとうございます。1番おめでとうございます。そしてモフちゃん、北直ちゃん、おちょいちゃん、上田さん、白玉子ちゃん、ケンジさん、ケンジさん、そしてケンジさん、上田さん、ケンジさん、白玉子ちゃん、北直ちゃん、ケンジさん、ケンジさん、ポイセン、そして白玉子ちゃん、滑り込みが白玉子ちゃんということで、ブミショ白玉子ちゃんでございます。おめでとうございます。なので、前夜祭がかげろうちゃん、高野祭がサトルさん、ビンゴが白玉子ちゃん、おそしてブーミーショーも白玉子ちゃんでございます。おめでとうございます。で、抽選で当たったのが、ヨシ様とクロちゃんでございますね。で、チェキが松崎さん、ミヤさん、モフちゃん、白玉子ちゃんでございます。ありがとうございました。桜の動画は、多分今の私が編集してたりなんだりすると思いますので、早ければ水曜日、遅くとも土曜日までには間に合わせたいなとね、思っておりますので、明日もし流れなければね、土曜日に間に合わせるようにね、頑張りますのでね、皆さんよろしくお願いします。桜の動画、日曜日の23時59分に締め切りましたけれども、皆さん送ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうみんな。ありがとう。私最近、4月2日のさ、ライブ終了後に食べた、ライブ中に食べたけど、グリーンカレー。
グリーンカレーがなんかほんと食べたくて食べたくて、なんだろうね、あの本当にあの ライブで注文させていただいた、グリーンカレーすごく美味しかったです。プーパッポンカリーも、タイ料理好きなんで私、タイ料理好きなの、ちょこちょこ頼むでしょ私、タイ料理好きなのよ。あのチャプチェ、チャプチェ韓国料理だ、カプチェじゃなくてなんだっけ、パッタイ、パッタイ、チャプチェも好きだし、パッタイも好き、麺類なんかそういうなんかそういうなんか麺類好きなんだよね。チャプチェいつか作りたいな、大量に、チャプチェいつか大量に作りたいな、鍋いっぱいに作りたいですチャプチェをありがとうございます。麺は用意してるんですけど、全然作るあれにならないありがとうございました。では皆さん、今日も、皆さん頑張ってくださいまし、ではありがとう、また明日、ありがとうございました。